続いて週末ソムリエのコーナーです。今日は六甲エリアの魅力を藤崎マーケットの田崎さんが中継で届けてくれます。早速呼んでみましょう。田崎さん、お願いします。はいはいはい、皆さんと住吉のこの店もええな。ん始まってますよ。王子公園にもこんなの。田崎さん、田崎さん、コーヒーでね、聞こえてますか？始まってた、始まってた始まってます。どうも田崎です。すいません、もう始まってる、恥ずかしい。真剣に恥ずかしい、恥ずかしい顔じゃなかったな。気づきませんでした。さあ、こちら関西の情報誌サビーでございますね。月1回発行されていまして、美味しいご飯とかスイーツが満載の、皆さんご存知のね、雑誌だと思いますけれども、今日はですね、僕あの JR 六甲道駅の北側に今いるんですけども、今日はね、このここ六甲エリアが取り上げられているこのサビーとコラボをさせていただきまして、素敵な週末をご提案ということで、なんと編集長の羽田さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日のソムリエはですね、私じゃなくて編集長でございます。一体どんな週末をご提案していただけるんでしょうか。はい、サビーが選ぶ六甲の名店を巡る週末をご案内いたします。期待ができますね。いろいろ教えていただきたいんですけども、はい、早速行っていきましょう。編集、あ、どうなんですか、普段テレビとかは。あ、よくね、あのロザンさんに朝クイズを出してます。え、はい、うちの先輩にクイズを、はい、出させてもらってます。いや、すごい、ね、今日はもう生放送ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあさあ、え、 ここですか。はい、もうね、あの駅から直結のビルに入ります。ここでして、六甲ってどんなエリアなんですか？はい、六甲ね、あのもうすごく住宅街としても人気のエリアになるんですけれども、なんか結構食の志向が強い方が多いので、すごくいろいろな専門店だったりが充実してるのでね、あの、すごく注目の住宅街ですね。なんかこう落ち着いた雰囲気のね、街ですよね。そうですね。はい、はい、いや、この編集長が教えていただける名店ということで、本当に。はい、楽しみでございますけれども、まず今日の1軒目をご紹介していただきたいと思います。はい、今回紹介したいのがこちらの生ハム専門店、ピアチェーレ神戸さんになります。はい、生ハム専門店、名前からめちゃくちゃ珍しくないですか。生ハム好きにはたまりませんね。失礼します。あ、どうもこんにちは。お願いします。うわ、生ハムが本当にずらっとね、そうなんです、並んでますけれども、とにかく種類が多くて、多分ね、すごく悩んでしまうと思うんですけれども、はい、そこはお任せください。はい、どんなことを言っても選んでいただけるんで。こんなハム食べたいですよみたいな、はい、リクエストしてもいいってことですか。そうですね、はい、食べ方によって。そうですね。例えばじゃあサラダちょっと乗せたいんですけどって言ったら、それですと、あのアメリカのプロシュート、ちょっと塩味があるタイプの方がおすすめですね。とか、はい、何でもいける。ちょっとワインとやったらこれみたいな。そうですね。それですと、もうこのスロベニアのプロシュートだったらちょっと濃いタイプですね。すごいわこれ。はい、そのままね、食べるのも楽しいんですけど、今回ちょっとあえて変わり種で、はい、生ハムアイスを召し上がっていただこうと思います。生ハムアイス聞いたことない。初めましてなんですけど、はい、ねえ、聞いたことない。ちょっと僕の可愛さが出ましたけど、ちょっと可愛いって思っちゃいました。生ハムアイス、ちょっとじゃあお願いします。はい、あ、なんだ、カップにアイスは入ってる。え、ちょっと待ってください。ここに入れる、トッピング的な。うそ、あ、いや、なんかいいな、ね、すごい。何何これ、スイーツになっていく、ハムが。確かに、いや、生ハムメロンとかね、そういうのは聞いたことありますけど、うんうん、あります。生ハムアイス、しかも結構乗せてくれますね。すごいですね。アイス隠れちゃいましたよ。本当だ。贅沢。いいや、すごいな。あら、うわ、ありがとうございます。こちらが、うわ、見てください、ほんまやアイスと。じゃあいただきますね。もうやっぱ一緒に、はい、すくう楽しみが合うのかなという。うわ、どうだろう、出るか出るか出るか、はい、
取ってるのかもしれないです。甘みと塩味のバランスが抜群です。いや、いいな。なんでこれアイスと組み合わせようと思ったんですか。そうですね、僕の奥さんが生ハムが大好きで、いろんなものとこう合わせたりとかするんで、うん、もうこうあのペアリング楽しんでたんですけども、まあ、あの生ハムちょっとあの高価なイメージもありますし、うん、ちょっとあのお子様にもこう手に取っていただきやすいように、いろいろ合わせたらちょっとアイスとあったんで、うん、あの商品化してみました。すっごい、めっちゃ美味しいですね。さすが編集長でございます、はい、さあというわけでこの後もサビ編集長の原田さんに六甲エリアの名店をたくさん教えていただきたいと思います。この後も見てください。ありがとうございました。続いては再び週末ソムリエのコーナーです。今日は関西の情報誌サビーとのコラボでお伝えしています。そしてテーマがこちらです。サビーが選ぶ六甲の名店を巡る週末ということで、先ほどね美味しいお店出てきましたが、続いても気になります。早速呼んでみましょう。田崎さん、お願いします。はいはい、田崎でございます。今日はですね、サビー編集長の羽田さんに六甲エリアの名店を教えていただきます。羽田さん、引き続きよろしくお願いします。お願いします。さあ、僕たちはあの JR 六甲道駅を離れまして、はい、今度は阪急六甲駅をちょっと山側に上がってきたところですね。はい、この辺はなんか閑静な住宅街なんですかね。そうですね、先ほどと違っの駅前とは違っても完全に住宅街なので、はい、ここちょっとまあゆったりしたお店が多い地域になります ね。いいところでございますけれども、いや本当にさっきの生ハムアイスめちゃくちゃ美味しかったんで、よかったです。さすが編集長、何でも知ってるなといったところなんですけれどもさあ、続いて2軒目、どんなお店になるんでしょうか。はい、次ね、まだ2024年の2月にオープンしたばかりなんですけれども、はい、ジャパンケーキショーっていう国内最大級の洋菓子コンテストで審査員特別賞を受賞したスイーツが楽しめるお店になります。受賞したお店、はい、これがこちらのパティスリーブルエッタさんになります。なんか可愛らしいお店。はい、じゃあ早速入りましょう。ねえ、可愛らしいですよ。いや、サビ貼ってる、サビ。あ、サビ貼ってますよ。しっかりと。嬉しい。こんにちは。うわ、綺麗なお店だ。すいません、なんかあのケーキの大会で受賞されたケーキがあるとお聞きしたんですけど。はい、そうです。こちらの黄色い蜂の巣が乗ってるミエルというケーキですね。ミエル。はい。これが受賞。そうです。色使いがまたね、素敵ですね。はい、あちらのね、ミエル、なんと今月の表紙を飾っております。ほんまや、サビーの表紙になってる、これや。すごい。え、すごい。ありがとうございます。めちゃめちゃピンと合ってますね後ろの紅茶じゃなくてカメラマンさんがすごい匂いで。さすがやな。これじゃちょっとイートインスペースがあるということで、はい、ちょっといいですね、いいですか。イートインよりの嬉しいですね。ありがとうございます。はい、はい、失礼します。もう貴重な、残り1個ちょっともう、こちらにほら、あ、はい、見える。あ、いいな。いや、ありがとうございます。かわいい。これちょっとなんか上にね、いいらしい、独特な形のやつがあるんですけど、これは一体 何をモチーフに。は、蜂の巣のハニカムですね。コンテストのケーキなので、まず見た目から審査員の方が、審査されるので、うん、見た目的にも、まあ、インパクトもあり、何を使ってるかっていうのも伝わるようにと、あとその黒のチョコレートは蜂のお腹のラインをイメージして、でお店の看板の貼ってあるブルエッタ、ブルエのヤグルマギクの花のドライフラワーもそうやって、まあ、お店の看板として成立するようなケーキに作り込めましたね。うわ、これやっぱ見た目も重要ってことですね。そうですね、それは、はい、ちょっとじゃあいただきます、はい、いや、これじゃあちょっとね、これ難しい、ちょっと一旦横に、こちらのケーキは層が大事なので、しっかり見えるようにお願いしますよ。層がすごいんですって。ちょっと緊張するじゃないですか。綺麗に見せてくださいよ。いけんの僕一回勝負するこれ。うわ、だいぶでも思い切っていきましたね。おお、いくよ。いけるか。あ、頑張って。あれ、そうだ。あれ、大丈夫。来た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 。見て、ちょっと下が。見たい。ちょっとこっち、こっち映して。こっち。ほら。あ、綺麗。すごい。綺麗綺麗綺麗。何層？すごい層分かれてますね。カメラさんの技術が寄ってくれてます。何層？すごい。これ何層になってるんですか。これは8層ですね。8層、はい、8層ので、構成が上の蜂蜜の風味のグラサージュで、はい、周りが
蜂蜜の香りと味を閉じ込めたチーズムースに、パッションフルーツのジュレにキャラメルパッションのソース、蜂蜜のクリーム、はい、でピーカンナッツのバタークリームが来て、で次最後メレンゲで締めるという形ですね。まず、数えてる。発想ありがとうございます。ちょうど8。大丈夫です。7でも9でもない8でした。めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。うわ、これ編集なんでまたこれ表紙に選んだんですか。もちろんね、もう見た目のインパクトがすごい素敵っていうのもあるんですけど、ちょっとあの本屋で見つけても私も食べてみたいと思うぐらいの、ちょっとこう気になるあたりなので選ばせてもらいました。確かにこれどんなお味なのかなってね、気になりますよね。いや素晴らしい、めっちゃ美味しいわ。羨ましいですね。はい、こちらがもう一つ、ま、このおすすめ、個人的には見えるよりも上手にできたんじゃないかなという、はい、これ何ていう名前ですか。まあ、ストラトスですね。ストラトス、はい、僕が、まあ、父の影響で車が好きということもあって、イタリアのランチアという会社のストラトスという名車があるんですけども、はいはいはい、で赤い車っていうのも僕が好きなの で赤から連想して、うん、何があるかなって、まずでリンゴが出てきたの で、うん、で僕自身リンゴがあんまり得意ではなかったので、はい、僕が食べれる美味しいケーキができたら皆さんも美味しく召し上がってくれるんじゃないかなということで、ストラトスという名前も付けさせていただいて、こちらを作りました。上から読んでも下から読んでもストラトス。あ、本当だ。ちょっとこれは、まあ、ありがとうございます。子供が喜ぶ。もう言ってください。わー、すごい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 、かわいい。またこれもね、中の隅まで色合いこだわってらっしゃる。あ、めっちゃリンゴ、めっちゃリンゴ、めっちゃリンゴとチョコです。おいしい。めっちゃリンゴ。へえ、これもなんか形も可愛いし、うん、ありがとうございます。中も層になってて。そうですね。こちらは7層でやってます。うん、周りがアッサムティーの香りを閉じ込めたミルクチョコムース。アッサムティーやで、希望の雫という個人的に好きなリンゴジュースのジュレに、うん、リンゴのクレームで、リンゴを軽くソテーしたものに、最後にシナモン、リンゴと相性のいいシナモンのクランブルを下に引いて、まあ、口の中でもサクサクとしたと、周りのチョコムースの口どけの良さとバランスをとってますね。最高ですね、これは。美味しいです。本当にもう見た目も可愛いし、味もちゃんと美味しい。ありがとうございます。素晴らしい。できたばっかりのお店ですよね。そうですね、2月。すごいな。お店も可愛い。シェフ、じゃあ最後に、もうね、お店はできたばっかりですけど、今後の目標を教えてくださいませ。はい、今後は、6個の皆様にも愛されるケーキを目指しているのと、ちょっとまたこういったコーヒー持ちもするサブレや、焼き菓子にも力を入れているので、一度お召し上がりいただけたら僕らも嬉しいですね。なんかこう焼き菓子の日みたいなのがあるんですよね。そうです、焼き菓子の日でしたら、種類はその日によってバラバラなんですけども、サブで1枚から購入した焼きたてのフィナンシェやマドレーヌ、その日しか買えないパウンドケーキや、とクレープもこれからまた始めるので、またケーキが買えなくてもクレープが買えるんだよということで、クレープ始めたらまた女生中継来なくて。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、ということで六甲エリアの名店で、ね、たくさん載ったこちらのサビが昨日から発売ということで、そうなんです、見どころお願いします。はい、もうね、やっぱり阪神館といえばスイーツやパンとか焼き菓子なんで、それ盛りだくさん載ってるので、はい、ぜひ週末遊びに来てください。はい、あとですね、あの僕 あの後輩の風数屋ね、はい、わちゃわちゃにんにんの出てる風数屋のこのページもございます。大阪の名店巡ってますんで、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。さあ、ということで今日はサビーが選びます六甲の名店を巡る週末をご提案いたしました。ぜひ皆さん行ってみてください。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。うわぁ、後半中継ももう大注目のお店でしたね。羨ましい、ため息こぼれておりますけれども、今日改めて週末ソムリエでご紹介した2店舗こちらですね、生ハム専門店のピアチェーレ神戸さんと、こちらがパティスリーブルエッタさん、ぜひですね皆さんね、こちら営業時間となっていますけれども、サビーを手に名店を巡る週末いかがでしょうか。ここまで週末ソムリエのコーナーでした。